スタンモア駅は、グレーターロンドン、ハーローク、スタンモアにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ジュビリー線の西側の終点で、キャノンズパーク駅の次、トラベルカードゾーン後に位置する。ジュビリー線の西半分がほぼ南北に走るため、当駅は、ジュビリー線で最も北に位置する駅である。駅は、 A410 幹線道路の一部をなすロンドンロードの南側に位置し、信号付き横断歩道がある。この道路と駅の間には、駅前バス停として使われる小道がある。通常の地上駅とは異なり、駅入口に事務所はなく、階段を降りたプラットフォームと同じ高さに事務所がある。かつて待合室として使われていたホールには現在は、 ほとんど利用されていない公衆電話が置かれているのみである。駅舎にはタクシー会社の事務所、新聞売り場、理髪店がある。当駅は1932年12月10日にメトロポリタン鉄道発の支線の終点として開業した。駅舎はメトロポリタン鉄道の建築家、チャールズ・ウォルター・クラークが設計した。この支線は1939年にベーカール線に 編入され、その後1979年には、ジュビリー線の一部となった。2005年、ロンドン交通局は3番目のプラットホームの建設工事を開始した。2009年の夏に、ホームは完成したが、新しい信号機が使用されるようになるまで運用を開始することができなかった。これにより、ホームの運用開始が2011年7月までずれ込むこととなった。 日中の運転パターンは以下の通り、ピーク時の運転パターンは以下の通り、ロンドンバスの142、324系統、ヘリテージルートの H12 系統、深夜バスの N98 系統とウノバスの615系統が東駅から発着する。1890年から1964年まで、スタンダモアはロンドンノースウェスタン鉄道のハーロー ウィールドストーンの駅からの支線の駅でもあった。この支線には、メトロポリタン支線への代行と思われる、中間駅が1932年、ベルモントに設けられた。このスタンモア駅は、地下鉄の駅と同盟でありながら完全に別の駅で、ゴードンアベニューとオールドチャーチレーンの交差点南側に位置していた。このスタンモア駅は後に、 識別のためスタンモアビレッジと呼ばれるようになったが、1952年に旅客営業を廃止、1964年に貨物も廃止された。ベルモントも同様に1964年に廃止されている。ステップフリーチューブガイド。トランスポートフォーロンドン。2015年6月3日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月9日閲覧。 マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ハーディ、ブライアン、エド、ハウイットユーズドツービー、フレートオンザアンダーグラウンド50イヤーズはゴー。 アンダーグラウンドニュース175-183一瞬0306から 8617AB カルグジュビリーライン2016年8月17日閲覧スタンモアステーションロンドン交通局2016年10月16日閲覧ノースウエストロンドンバスマップロンドン交通局2014年8月18日閲覧 うのネットワークマップ、うのバス、2016年10月16日閲覧、ありがとうございます。